18年のアメリカ合衆国の SF 映画、ビル・オリバー監督の長編映画監督デビュー作で、出演はアンセル・エル・ゴートとスキワ・オター・ハウスなど。昼と夜で12時間ずつ人格が切り替わるように、設定された二重人格の青年を描いている。ニューヨーク。ジョナさんは建設会社に勤務していたが、毎日朝7時に起床して、 夜7時に就寝するという妙に規則立った生活を送っていた。ジョナさんの肉体にはもう一人の人格、ジョンが宿っていたためである。ジョンは法律事務所で働いており、ジョナさんとは正反対に毎日夜7時に起床して朝7時に就寝する生活を送っていた。このルールを発案したのは二人の育ての親であるな、リマン医師で、彼女はそのための特殊な機械を開発し、 二人の脳内に埋め込んでいた。内気なジョナさんと活発なジョンは性格こそ正反対であったもののお互いを信頼しきっておりビデオメッセージを通して暮らしの中での経験を共有していた。そんなある日、ジョナさんはジョンがエレナとこっそり交際していたことを知った。二人の関係はギクシャクし始めついにはルールが破られるまでに至った。ジョンは自暴自棄になって 自殺を図ろうとしたため、ジョナさんはそれを必死になって止めていた。ところが、二人の激しい葛藤のおかげで、別の問題が発生していた。カッコ内は日本語吹き替え2016年8月3日、アンセル・エル・ゴートが本作に出演することになったと報じられた。9月15日、パトリシア・クラークソンの出演が決まったとの報道があった。28日、 スキー・ウォーターハウスがキャスト入りした。2018年4月21日、本作はトライベッカ映画祭でプレミア上映された。9月25日、ウェルゴー・ u s エス・エが本作の全米配給権を獲得したと報じられた。26日、ロサンゼルス映画祭で本作の上映が行われた。10月12日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。 本作は批評家から好意的に評価されている。映画批評集積サイトのロッテ点トマト図には26件のレビューがあり、批評家支持率は65%、平均点は10点満点で6.45点となっている。また、メトクリティックには12件のレビューがあり、過重平均値は62、100となっている。ありがとうございます。